ハロー皆さん、どうも、パワープロ2018ペナント編阪神タイガース日本一物語、続きやっていきたいと思います。じゃあね、いつも通り出番でチャンスになると俺がプレイしていく、よろしくお願いいたします。先発はこれメッセやな、もう、メッセしかおらんけど、このペコリ王子って、あかん、先発だけか。どうしようか、これ。ちょ、坂本休ませようか。これ。伊藤ちゃんにしようか。で、原口も変えて、梅ちゃんにしていきましょう。で、丸って、大山校長か。北条も、うわー。どうしようかな。で、俊介2割、丸って変えて、俊太でいいでしょう。で、センター、俊太。はい、これでいきましょう。で、1番、近本、2番。ちょ、北条1番にしようか。北条1番にしよう。で、2番、浅村、近本、浅村、ロサリオ、大山、やっぱこうかな。こうですね。OK。これで今回はやっていきたいと思います。まあ、北条も全然能力高いんでやって、うわ、浜口絶好調やん。なんでこんな時に限ってあいつ絶好調な浜口の顔な。みんな浜口の顔どう思っとるん。かわいいの、ブサイクなの、かっこいい、どれ。横浜スタジアムです。横浜 DeNA。 うわー、ガララーガー。4回戦の模様をお送りします。雨降りすぎやろこれ。ベイスターズの先発は左の浜口、対するタイガースの先発は右のメッセンジャー、以上の両先発。さあ、ほんまにこれ、ほんまこれ首位攻防戦ですか。首位攻防戦でこれはないだろう。もっと入れよ。浅村、気色の悪いフォークやのお前、どうやって投げてんだあれ。落ちすぎちゃう。絶好調補正かかっとるとはいえよ。で、伝送が150に伸びありまんな。いやー、いかんでこれ、ほんまわし。ストレートに押され気味、これはファール。しかしファーストは名手ロペスやからな、あんま飛ばさん方がいいぞ。うまい、おつけた。ジャンプしたら完全に取れるけどな今の。しかもライト筒香やから、狙い目これ梶谷おらんからね。外野守備もひどいことになってますよこれ、ベイスターズ。こちらが先ほどの先制のシーンです。2割8分3厘まで上げてきてる。バントの名手、うわー、225、お前飛んなよ、マジか。しかし俊介嬉しいな、ここに来てもう3割近くなってきた。ほんでこいつ、問題の人ですこれね。これはいったんちゃいますか、これいったわ、余裕。うわー、マジかー。もうハマスタとか大山打たんとどうすんねんお前。ハマスタでしかむしろ打てん人やろ大山よ。これは復調の兆しでもないですねこれ。たまたまやで今の、あんな誰でも打てるわ。クッソ甘いチェンジアップ。問題の人その2、北条頼む。北条とかもうほんま大山より能力いいのにな、バッティングの方。よっしゃ、浜口大したことないなお前、絶好調のくせにな。そんなもんか、しょうもない。お前なんぼほどホームラン打っとんねんってレベルでホームラン量産してやろうこの試合な。覚悟しとけよ浜口。さあメッセいいぞ、うわいいぞって言った途端に点取られるって。2割91厘。うわ、俺がほんま操作せん方がええんちゃうか、俊介。申し訳ない。いや、ほんま上げてきたな、俊介。嬉しいわ。うわ、もう、俺操作すんなよ、マジでよ。マジ吉野郎が。2割9ブロック。おい、近本は打たんとおかしいぞ、これ。またこのクソみたいなチェンジアップ、もう、こいつ。くっさらタイミング合わせたらね、バチコーンぶち込めんのにな、スタンドに。さあこれ俊介じゃないわ、メッセはおそらく行ったんでしょうねこれ。全然いけるし、行ってますねやっぱり。守備変えてもいいんじゃない。おっ、俊介やばいなこれ、変えとこ。俊介オーナーエゴシにしときますね。ナイス。何これ、ディフェンスポイント国吉イケメンか。
イケメンやからってね、野球センスがあるかどうかは、あるかどうかとはまた別問題やからな。うん、もう野球ができるイケメンとかね、重野五郎とか佐藤俊也だけにしてくれ。あとタッチみたいにね、もうタッチの世界だけで十分です。はい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 、もうこれは切り替えてこ、切り替えてこ、全然切り替えてこ。三脚方向に北条、素晴らしいバッティング。これはもうあれやな、北条やっぱ俺の愛人やわ、うん、俺が操作したら打てる選手やわ。ありがとう北条、今夜待っとるで、うん、何丸何号室で待っとるわお前のこと、来てくれ。すべて148、マジか。シュンタって、うわシュンタあかんな、シュンタ打ってくれ。8000ポイント払ってんねんぞこっちは、お前に。俺のひいき選手やからということで。うわもうやばいだろこれ、ビーンボールやぞ。外国人やあんな球振るんな、日本人絶対振らんしあんな球。シュンタ外国人やったな、タフィーローズやわな。うん、シュンタタフィーローズですわやっぱり中身が。どうしようか、北条のショートはもうやめた方がええですね。で坂本ちょっと休ませたいんで、糸ちゃんそのまま守備固めで入って、もったいないな、このな、この能力で守備固めやもん。出ていくわ俺なら、俺が糸原なら出ていく。メッセ行くか、行かせれんな。なんかもうこれはね、ちょっと谷島本でいいんじゃないですか、もう。おーナイスで、守備エゴジー、もういいですね、いいですね、いいですね、全然いいですよ。おっと点取られたが、さあまたディフェンスポイントか。ここはちょっと点取っとかんとまずいな、最終回。糸ちゃん3割6分のチャンスピー、これちょロサリオ邪魔、ロサリオちょ、ダイソー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 、あーでももういいわ、もうサードベースいっちまった。ほなほな、もうこれで、うん、シュンタお前代打出したろか。うんー、ちょっと入っちゃったけど、これ代打だし、いやもうシュンタ信じるわ、もうシュンタ信じる。何のためにシュンタ取ったか分かれへんから、ここで代打出したらな、あかんわ、代打出してよかったな。ごめん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 、ほんまごめん。うわー1点は覚悟しとかなあかんな、これ鬱陶しいわほんまに。これスーパーサイヤ人モードね。島本ごめん、行ってくれ。坂本上、ナイス、1失点は覚悟したけど、ナイス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 、よかったよかった。ドリス最高出てきたか、申し訳ないドリス。まあ、島本いいよ、まあ、島本もねコンスタ DD あるんでね、全然いけますよ。本日のヒーローメッセンジャー6回を1点抑えそう。もうなこれもうあれちゃう、ラーメンのことしか考えてないわ、もうヒロインとかもうどうでもええって感じだな、これ。もう頭の中ラーメンでいっぱいです、メッセンジャー。そんなラーメン食いよったらな、お前、ね、体おかしがるで、ほんま。まあ、俺もラーメン好物やけどさ、インスタントラーメンも結構食うけど、こんななあ、バック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 、メッセンジャーってお前1週間に何歩ほどラーメン食っとんのかな、ほんまに。わからへんな。はしごしたとかもな、記事とかで出とったしな、ずっと前やけど。松山に遠征に来たとき、っていうね、すごいな、このおっさんって。まあ、腹持ちがいいのかどうかな、ようその入るよなって。4の2。ちょっとね、俊介ごめんな、全部俺のせいでしたね、これ俊介のボタン。そして浅村と、ロサリオは4割キープ力。このね、浅村、坂本、ロサリオ、この三重師、この三種の神器的な、この3人がほんまに素晴らしいですね。で、糸ちゃんは3割8分7人。中谷、まあ、中谷じゃないな、今年の中谷はほんま星気味になってんでね、全然嫌いな選手じゃないんですけど、皆さん勘違いせんとってな、別に俺中谷嫌いだから欲してるわけちゃうからな。おう、まあ、俊太取ったからもうこうなることは想定済みですんで、中谷がちょっと干され気味になるのは、ファースト守れるけど、ファーストはな、ロサリオマルテおるからなっていう感じになっとるからな。で、伊藤和夫、原口洋川。おお、ついに洋川がミート F20 になったわ。これアップデート適用しとったらな、もっと高いんやけど。結構前のアップデート適用の時のやつなんでね、能力低いんですよね、洋川。で、これはもう、秋山行かせたいところではあるが、岩貞でしょうね。うん、
また坂本を調子、ああでも今回ちょっと坂本行ってもらうわ。これ怪我せんスペランかな。で原口を梅ちゃんに変えて、俊介ちょっと変えれませんね。俊太そのままエゴシと変えますわ。で近本校長、近本調子がいいんか。あーほんなら英語しやめて近本かな。こうしようか。マルテちょっと今回はスタメンで、はい、これでいいでしょう。運命の、1番俊介でいいです。1番俊介ちょっとあれかな。2番、あーでもこうしたらなんかおかしなんねんな。ほんなら近本1番でで、6番に俊介を、校長俊介を持ってきましょう。ただこんなことやったらな、変にいじくり回したらこれ荒れちゃうか。また打たんようになるんちゃう。どうやろう。これでええか。よし、これでいこう。 で今回はチームがピンチになると俺がプレイしていくんで、皆さんよろしくお願いいたします。いやこれね、無線のマウス変えてからほんま取り回しがね素晴らしい。もう今ねゲーミングマウスも一緒に使っとるんやけど、無線マウスも一緒に使っとるっていうね、併用してるわけよ。だやっぱ無線マウス神だわ。アジリティとかもう取り回しの面でほんまに神。コードがないだけでも全然ちゃう。みんなだからね、なんかカッコつけてみんなゲーミングマウスとか使っとる人おるかもしれんけど、やめた方がいいっすよ。素直にもうみんな無線マウスにした方がいい絶対。うん、何の話やねんって話やけどな、うん、ここ最近俺が感じたこと。あれ何これ。おいちょ待て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 、おバリオス、バリオスごときにお前。ここで初ピンチか。岩佐田かわいそすぎでしょ。いやもう帰る帰る、ごめんな岩佐田。チームうんこ、うわこ、てか谷川今シーズン防御率 0.0 で、なあマジか。じゃあ俺石崎行かそう。数字中なんでね私、防御率が 0.00 の選手行かせねんわ。もしね失点バコバコされたら自責点つく可能性も出てくるからな。 0.00 の選手石崎でええわ。で石崎も今シーズン結構ええからな、うん、なかなかにいいですよ。和製オスのファン帰ってきたって感じ。まあ慎重にやれよ。よしこれはエゴ、うわー俊介か。ちょっと俊介だとやっぱエゴシとか俊太とは安心感がちょっとまだな、ワンランク下がっちゃうんで。細川パワーめっちゃあるぞこれ、狙ってくるわな当然。いや細川なら振る手、あれ振る手、振る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 。窓か広しか俺。OK。おわめっちゃ際どい今のホームランボール。オッケーナイス。いや今のはちょっと真ん中に来すぎたな、危な。ナイス俊介、ええ守備範囲や。点取ったらんかい、取らんのかい。うわエラーしよったし、もういらんわほんまエラー要素。ホームランか。これ次誰やろ。トゥトゥゴトゥトゥゴ。で、あいつめっちゃ打っとるやな、今シーズン。なあ。え？ちょっと待って。ごめん。めっちゃ今、マイクおかしになったけど。なにこれ？マジ？ロサリオこれスペルで。4割4分の選手と勝負するのが3割6分。うーわ、マジでか。ただなぁ、筒号に打点稼がせたらないんよな、俺、うん。ロサリオとの三冠を。あら、すごい！誰誰誰誰誰、もっちゃん、もっちゃん、坂本ちゃん、坂本ちゃん。オッケー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 。阪神で待っとるで、坂本な。ショート空いてないけどな、今。うん、ショート、阪神空いてないけど待っとるで。北条にいろいろ教えたってくれ。いずれね、坂本はね、うん、阪神に来てくれると、ほんまに俺は信じとるからな。これ、嘘ちゃうから。うん、マジで信じとるから、俺。絶対来てくれるっていうことね。生涯巨人とかやめてくれってんな、ほんまに。阪神ファンの誇りを持て、坂本、お前が阪神ファンなら。もう、マルテは変えたいんですが、同点やから変えれんというね、このジレンマ。どうしましょうか。もうこのままでええわ。なんとかしてくれ。なんとかしてくれ、打線。クソ打線。よーし、見事見事、あっぱれじゃーと言いたいところではあるんだが、あるんだがやー。
これこれこれ頼むぞ、うるせえドリス、お前エグいなこいつ、何マジで。いやほんま初年度の、え、いや2年目からほんまに無双状態やん、メジャー行けよお前おかしなことやっとるこいつほんまな、一人だけドーピング検査した方がええんちゃうか、それ反応してもうたらな、とんでもないことやけど。いやもう石崎もやけどドリスやばないほんまに。え、なんなんこいつ、何があった、2年目から覚醒してからもう別にそんな抑えてたわけちゃうんやけどな、初年度なんか2年目からいきなり覚醒しましたわドリスが。いやほんまほんまに無双状態ですね、向かうとこ敵なしって感じ、すごいなぁいやほんまにね、俺全くだってドリス操作しないもんね、ピンチで操作してもよ、今シーズンドリス操作したかってレベルやで。あー、サムラあかん、でもロサリオマルチ、いやー、打ってくれましたロサリオ、決勝は危ない、ほんまにほんこいつは。ウェポン、いやー、ウェポン結果残すねー、楽しいねー、これがね今の阪神ですよ、クソみたいな投手戦になっても最後打つべき人が打って試合決めるっていうね、いいですねー。ちょっと大山冷えやな、ほんまに冷えてる。岩佐だ、好ピッチング、そしてドリス、こいつほんまえぐいで、おい。ドリスのウィッパーね、間違いなく位置切ってますからね、これ。冗談抜きで、岩崎とドリス。えぐいな。ほんまどうして、うわ、なにこれ、今回の最初めっちゃ能力上がっとるんや、みんな。横山、飯田、ジョンソン、熊谷、江越、近本、中谷、板山。すげえな、これ。合宿したんか、お前ら。キャンプしたんか、これな。えぐいことになってる。こんな上がる初めて見たんやけど、俺。相手周りだと、あのレベルで上がると思うんやけどな。最後はまあ、キャマンでしょ。ちょっと原口と全員、ちょっと調子上がんなー、マルテも。なかなか調子上がらんねー、みんな。どうした、どうした。ほんなら、ちょっと今回、俊介ちょっと外しますか。俊介あかんかったやな、やっぱ。で、マルテも全く打たへんので、今回ちょっと中谷、うわ、もうこれ。俊太も中谷もひどいが、まあ今回中谷でいきましょう。大山、お前はここに来てまた好調なんか。もう維持でもなんかな、うん、スタベンは嫌って感じやな。俺をスタベンじゃなくてスタメンにしろっていう。なんか好調維持しとるんやろな、こいつ。小池使うとこねえわー。どこで小池これ使ったらええんやろ。セカンド専門はやっぱクソですね。守らせるとこないわ、守備力いいやし。センターはエゴシかな。で、1番近本。で、下位打線がちょっと弱いが、パンチ力に欠けるが、まあこれでいいでしょう。北条調子ええんか。まあいいか、これまで。相手はクソみたいな調子やな。じゃあ、もう最後はね、私、注目プレイでいきたいと思いますよ。もうピッチャー、操作してないな。うわ、これピッチャーみんなええもんな。もうええわ、今回打者だけに注目するわ、俺な。もうしょうもないわ。逃げます、逃げます。逃げるわ、今回逃げよう。坂本、近本でいいんちゃうかな。OK、近本でいこう。OK、これは、今回これで逃げよう。逃げよう、逃げよう。逃げて勝つ。それ、今シーズンから学んでこう。こう注目プレイやると結構な確率でね、勝てますから。CP がわりかし有能なんで。フラグちゃうぞ。フラグ回収せんでええからな。クソ、いや、CP さんね。俺は CP 信じとるから。右の秋山、この両投手の先発が発表されています。さあ、間もなくプレイボールです。秋山2割3分1厘。イオゴジラですね。任せとけ。東か。3試合3勝0、1.37。ええなぁ。仕上がっとるやんけ、お前。合わせてきたか、この首位攻防戦に。でもねー、だからそんなねー、いきなりでも、しかもこれ俊足やから近本は二塁に余裕で行っちゃうんですよ。初球あの入りは絶対叩かれますわ。真ん中低めの直球やって。おかしい。阪神がやったらめっちゃボコボコに叩かれるやん、あんなもん。おお、マジか、また真ん中の。こいつらほんま近本舐めとるな。
もう2年目のジンクスとか全く発動してないんでね、近本。第3球を投げました。流し打ち。これはでもプーニーキーは守備力いいですから。これでワンアウト、ランナーはありません。こう見ると横浜ってほんま守備力、内野の守備は鉄壁よな、うん、セカンド柴田にさえ失すれば。さあまたうんこみたいな投手戦になっとるな。援護したらんかい、これ負けるぞ1点差。さあ次の投球、近本は秋山の味方らしいな。絶対援護したるわって感じ。気合入っとるわこいつ、えぐい。ええー、な、ええー、よし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 、これが上昇阪神 OK で、スコアで投手データ見て、秋山まだ行くか、行ってますね。ほんで打順打席的にもで応援もしよし、秋山どこまで行けるかな。あーかんか秋山、でもいいよ、ここまで素晴らしいピッチングだった。ほんまこいつ近本全員舐めてない、あんな甘いコース来るけ。あ、いや舐めんなこれ、カットボール、ふん。うわー、ファール、フェアちゃう、ファールちゃう、ファール、ファールフェアちゃうて、ファールやて、何してんねんこいつら。じゃあ近本、どうしようかなー。あー秋山もう1イニングいってくれ、なんとかなんとか、よーけー、 HQS 完璧、素晴らしい、おいいですねー。秋山もう変えて、もう変えますね秋山。横山でも行かせますか。いいですねこれ十分、うん、ナイス横山。いやー横浜ー、ほんま横浜銀行状態やな。サンキュー。第2球投げた、うまい、うん、追い込んで投げた、うまい、うん、しかもとうまいな流し打ち。オッケー、よう見た。第5球投げました。これは合わせた、竹谷が関根の守備範囲か、マジか、それ取るんか。さあ最終回いけ、最終回いいですね。横山いっちゃいっちゃいっちゃ、もうこのままでいいです。ノー、ナイスー、ようやった。待てよという大盛りを外した今、俺たちに敵なしや、うん、敗北を知りたい。待てよなんてもう去年からおらんけどな。浅村さん素晴らしい。ご覧いただきました一戦は9対3、タイガース勝利しました。やっぱいい選手ってのはね、前日あかんでも翌日には修正してきっちりこうやって打ってくれますから、うん、これがいい選手ですわ、うんうんうん、これが一流ですわね。横浜の二流選手とは格が違いますよ、浅村さん。一人に負けてますよ、横浜の選手全員ね。野手陣全員、浅村に弟子入りね、した方がいいんじゃないですか。ほんまに。いやー、ロホホホ小池、俺の手で打ちたかったがな、いいですよ、これ。気持ちいいな。小池、今シーズン、プロ初ホームラン、ロサリオ、神。いやほんまロサリオほんまやばいなこれ。梅ちゃんもまあ打っとるし、いやーこいつほんまにどうした。もうみんなが聞きたいと思っ、みんなが思っとるわ、疑問に思っとる。え、ロサリオどうしたと、何があったお前と。まあミート C パワー A ですからね、うん、それ考えたらまあ普通に打つわな。ミートめちゃくちゃ上がってますんでこのロサリオで、青とこもね、ついてるんで、空打ちますわね。秋山、スタミナ S90! 望月、そしてタミヤも上がった。ついに秋山が、メッセ2世になりましたね、これ。上位互換だわ、メッセの。俺、ほんでね、気になったんが、ドリスとロサリオの成績よ。こいつらマジエグないか。ね、ちょ待てよ。ドリス、お前、ちょマジ、ドリスと岩崎。11イニングここまで投げとるんやなこいつは。で QS 率 100%、 うわー秋山ええなー。メッセの後次ほんまに。で奪三振率はね、なんと10 この2人えぐい。
や秋山全然ほんま四球も出さんからええよな。 1.18 やぞ、見て。被安打、うわ岩崎全然打たれてない。ほう、何これ、こいつらマジ気違いやん。ウィップ 0.73、 0.64、 0.85、 谷川もね全然打たれてないんでね。いやこれ谷川もえぐいっすよね。まあ谷川ちょっと打たれてるな、1割5分、うん、それでもですよね。いやー中継ぎに防御率 0.00 が3人おるというね、リリーフ陣ほんまえぐいっすわ。でリリーフ桑原石崎もええしね、横山のところをね誰かに変えたいんやけど、まあ俺が横山を応援してるということで入れて飯田。そう飯田がね前年度みたいなピッチングしてくれればほんまに素晴らしいことになるんやけど。で規定打席に到達するのはまあ3人なんですけど、その3人がまあえぐいと。見てくださいこれ皆さん、ホームラン、うん、ロサリオにみんな注目して、打点35、得点圏がみんな4、5割近い。いや、2、3、4がね、得点圏5割近いっていうのは、ほんまにえぐいですよ、これ。三振もほとんどせんし。うん、併殺も全然打たんもんね、この3人。えぐいでしょ、これ。ああ。で、対比、ははは。いや、これほんま、笑けてくるわ、ほんまな。おほほほ。OPS すごい、1超え何におんねんこれ。いやー今シーズン前年度よりえぐいことになりましたね。まあピッチャーの方はちょっと打たれてるんですけど、私これは今ロサリオはもちろんあれですよね、ロサリオこれ三冠王でしょう、うん、安打は坂本、ロペスうざいな、なんあーこいつシャシャリ出てくんな、ロペスお前邪魔しいか、このうわいかん、ロサリオちょっと調子が上がんくて、そやら下げてスタベンだった時がひっついたから、これ抜かれてもうてるわ、くっそが。まあ狭い球場アドバンテージにええよな、ほんまこいつ一番上のやつで。打点はまあ打点はダントツですね、ロサリオ素晴らしい。得点圏まあちょっと筒香もえぐいけどな、うん、みんな得点圏えぐいやんこれ。宮崎だけちょっと2割8分とかやけど、出塁率は5割飛んで6人、5割3分3人がおる。ロペスか、こいつもえぐい。今シーズンは打高到底とかいうレベルちゃいますね、これは。えぐいです。はい。ほんじゃあ、まあ皆さん次回ね、広島戦から、続きやっていきたいと思います。じゃあ、またね、バイバイ。